Welcome to シルビーチャンネル。どうもシルビーです。ガンダムブレイカー3やっております。チャプター2。考えいくよ。まあ、金武器とかはまだ出てないから、とりあえず今は特産たくさんガンガン進めて。いいかな、行けばいいかなって感じですね。見てよこの機体、エンジニアがいるだけでカスタムできることが増えるんだね。なんか彼女の環境にこだわる理由が少し分かった気がする。やったな。うわすげえたくさんある。いろいろ使えるから、わけわかんない。どっち行けばよろしいんでしょう。うん、激しいっす。うわ、なんか象が出てきた。何もしてたんのって何だ。ふぅー、はーで、いいね。当たって。
やべ、プラスティック、やったな、いただき、もう敵はいないみたいだよ、近い、押す時間がもうちょい長いっていいね。この後ろのなんかシュールだもん。ハイゴックシュールすぎて面白いから、早くアッカ買おう。あ、ゼータでかくね、やったな、えい、あー私のパーツ、おれい、当たって、あー、びっくりです、超使いすぎ、ツインキャノン、やったな、当てる、いやー、使いやすい使いやすい、一気に使いやすくなったからね、いただき、ゼータガンダム、やったー、もらった、なんか助かったよ、そりゃ、やったな、よいしょ、やれることが強く出た、100式まだ、あ、色がねノーマルだからね、早くレジェンドレアよこせ、敵発見、あー私のパーツ、お、なんか来たぞ、あはっ、
海賊。派手ですね。ありゃ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 。よっしゃ。ガンガン撃とうか。あ、すがってた。いや、使えせ使えせ。じゃない、なんかわけわかんない機体、わけわかんねえ。バンシできる。あれ、無双級より面白い。個人的には。いやー、最近進撃の巨人って面白いね。あれはあれで無双級の新しい形ですけど、ノーマルの無双はちょっとね、だれるじゃないですか。こっちから外さない。お、リックディアス赤、スチームディアスじゃねこれ。リクエスト、リクエスト、リクエスト。おお、赤い。よし。よっしゃ、決めた。ストリームディア、ストリーム、ストリームファウスト。助かったよ。
やべえ、使いやすい、この圧倒的に使いやすい。これなんだっけ、なぎなた、圧倒的に使いやすい。ミライショット、ナイフラクション、いいね、いいね。あれツイストミキサースーツも12、いやこれよりもハイパービームサーブ、あーなるほど、ゼータガンダムか。ヒートオークの色違い、敵撃破リペア、あ敵撃破するとリペアが入ると、パーツを外すとリペアって、あそういうことか、わかりました、理解できました。ハイパードッツライフル、なんだこれ、エイジ、しかもレベルこっちの方が圧倒的にない、リペア超入んじゃん。バンシー磁気パーツ合わせで耐性、耐久値マシンガン DPS、 マシンガン、いやっていうか耐久値が9000上がるとか、これは装備したいけど今ボディがあのおデブちゃんだからな。やべ楽しいね、おーおー結構レアっぽいの出てくるやん、色が色が青だよ、絶対ガンダム、も高いし、ね、色付き出てきたね、ディバイダー、おかっけー、これ X かな、やっぱり X ですね、ナンス、さて今日は報酬を支払ってもらうぞ。今日までありがとう、私門松さんのこと忘れない。別に金払えってわけじゃない、こないだも言ったろ、仕事を手伝ってもらうって。でもさ、ハイムロボティクスのお手伝いなんて理工学系の知識がなきゃ無理でしょ。まずはこいつを見てくれ、話はそれからだ。話はそれから、おー、 SD ガンダムだ、ナイトガンダムだ、これロボット、うちで開発中のトイボットだ、こいつの運用テストに協力してほしいんだ。玩具用ロボットか、こんなのが買える時代になったんだね。実際に売り出すのはもう少し先だがな、テストで合格できなきゃ商品化は無理だ。テストって私たちは何をすればいいの。こいつの売りは子供と一緒に遊んでくれることなんだ。ふむふむ、あ、これ取説だ、ガンプラバトルも一緒にできる。なるほど、これがメインスイッチ、新しいチームメンバーってことだ。次からシミュレーターに入るときはこいつも連れていけ。何それって勝手に起動すんなよ。もうしちゃった、おー立ち上がった、はじめましてロボタン、勝手に変な名前をつけるな。いいじゃんロボタン、かわいいじゃんねえロボタン。ああこいつ言葉は理解できるけど発声機能はついてないんだ。なんで。あくまでおもちゃであるためだ。人の近くにいるロボットの開発ってデリケートなんだよ。特にトイボットは子供の成長にどんな影響が出るかまだわからないからな。なんか大人っぽいこと言ってる。大人だからな。うん、いいから早速テストしてこい、うまくいけば次のリージョンカップは3人で戦える。ミサさん、ご来店ありがとうございます。はじめまして、ロボタさんですね、記憶します。なんで名前知ってるの。今聞きました、光デジタル信号で、ですが。なんかロボットっぽいこと言ってる。ロボットですが、なんか茶番が、茶番って言い方はあれかもしれないですけど、茶番が入るね。さあ大事な大事なセットアップ、これそうか、このハイゴックとも今回のおさらばだな。なぎなた使いやすすぎてやばいわ、他をあんまり使う気にならないけれども、ちょっと他も練習しておきたいからね、いろいろ知るのはいいことですから。式
ヒートホークの攻撃力がちょっと高い。いや、グフいいね。ルサベル、グフ強い弱い関係なくグフ使いたいね。なんか今一瞬ジャンベリンあるんだ。よし、グフでいこう。次は意外と普通だった。ハイパードッツライブ、激ヒゲ味、激言えてね、激ハジリペア、やっぱどちらレベル6だと高いね。ハイパードッツライフルのレベル6ちょっと試してみよう。まあ、敵石リペアよりもこっちだ。バンシーちゃん、耐久値が超上がると思いつつ下がる。いや、それはなぜかっていうとお腹がなくなるから。アイゴックちゃんバイバイ。面白かったけど君のことは忘れない。そこがめっちゃ下がるな。だけどな、57000、やっぱりそこが高いんですよ。これ贅沢なんだ。あー、レベル5、呼吸ザップ、バイオセンサー、ムーブン、敗北超勝てえな。シャイニングしたいからね。うわ、ゼータガンダムこれにすっか。シャイニングは終わりで、反応速度までサーブル DPS も上がるし、DPS 超上がるんだけど。ゼータになってきた。足のレアがまだなし。ビッグジアス、ビッグジアスいいんじゃない。最初期ムーブローフルムで何も変わらない。いかんの、上がるもない。ドライスンでV ダッシュ優秀だね。ザク2がい、あ、まだちょっとザクマインレイヤーのスラスラス容量超上げんな。マインレイヤーのくせにくせにとか言ってる。スラスラ容量結構なんかすごいの見えたんだけど、うわー、ストライク10なんなんだこれ、ゴテゴテしすぎでしょ。行くしかねえ。ディバイダービームガードでも対ビームコーティングは外れるのか。だけどこっちだよね。ビームコーティングシュール切った、え、切った、キターンズ、どっちがいいかな。キターンズだな。これ やったら当選したけど、そんなにめちゃめちゃ必要なかった気がするわ。大幅に変わってしまう。サーベル全然使えなかった。そうか、
腕変えちゃったから、ね、仕方ない。そしたら出るよ。パーツ固有だから使えないでしょ。あ、だからゼータだから使えんの。そうそう、ゼータだった。あ、使いました使いました。やったね。いや、ガッツリなくなった。大型、何これ、大型体感と無制限型。おおおお、いいじゃないですか。そうか、あれもなくなったのか。ブーストを変えたから、ビームもなくなったんだ。その代わりグレージワンチャン、アンカービームレンチャープラスレールガン。あ、これそうゼータだ、ゼータ。いや、後ろになんかあれでしょ、長押しで小型ミサイル、大鳥に入ってるやつ。なんかわけわかんねえぞこれ。すげえたくさん入ってる。敵を引き寄せる。おーおー、いいね。これはゼータでしょ。トゥバルカンとかいらない。これランチャービームランチャー、ミサイルランチャー、これレールガン、これはあれだな、こっちにいる。普通に動かすとぶっちゃけいらないかもしれない。そんなに火力高いんじゃないんだけどね。なんか火力が高くなってる。なんで使ったら上がるのかな。やべえ、結構楽しい。買っていく、かなり楽しい。お、ジョニーライ。できます。MG のガンプラ機体に装着するビルダーズパーツだよ。そうそうそう。パイロットフィギュア。これ性能を見てよな。じゃあ私は向こう見てくるから。クラッカーとかいらない。これにするんだね。これにするんだね。これにするんだね。いや、こっちでしょ。これにするんだね。男性タイプの女性タイプの、のゲームで役立つアイテムだよ。 HG のガン MG じゃ、戻ろっか。普通に集められる。ヒートサイビアはロマンですよ。ロマン絶対汗越しある。ガーベラストレート、おお。グルカスタムヒートサベルなんだ。やべえ、それは欲しいな。お、なんじゃん、できんじゃん。専用ビームサイブカスタムにしようぜ。ガーベラストレート、いやどっちだろう。ガーベラいいや。ガーベラ別にグフカスタムは欲しいでしょ。じゃあこれ装備中の彼はさ、外してとりあえずこの適当に残してグフカスタム、ビームサーベルの4を合成すると1520ピンだよ。どうなの？来た！グフカスタムバージョン。グフカスタムバージョンにしました。
これもやべ、合成も結構楽しいかもしれない。合成合成ビームサーベル系は結構あるね。ほらすげえたくさん売らないで、これどん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 、これチャンスに逃げる。ググビームサーベルだけでできるもんね。ビームサーベル集めよう。ジョニーライデンのこれなんかできるんじゃない。これもどんだけあるんだって。お、ビームグレーブバックヘッド先行もある。だけどバックヘッドエクスカリバー、エクスカリバー。いやこのさ、ジョニーライデンの、あるやつね、ヒートウォークなんかもあるんだろうな。ヒートか、ヒートウォークを使ったのがで、ビームジャベリン、ビームジャベリンめっちゃあんじゃん。おお、ビーム捉えてんの。だからたくさん持っといた方がいいってことだね。 すげえたくさんある。カスタムクロススラッシュは出せる。行こう。すごいとこにブレザーってのがつくんだけど、バカだろ。スナッセよりも上がるし、これ性能めっちゃ上がり。でこれアセンブルがすげえ楽しい。やって結構かっこいい感じになってるでしょ、色もね。細かくはとりあえずまだやらない。光沢ですぎ。いいじゃないですか、メタリック。やべえ、ずっとできるよこれ。ずっとやってられますけど、何か。面白い。
くり気味で色は決めましたが、プリセットしてるのあるの、っていうかこれをこれをセーブしたい、いやじゃなくてさ、これをセーブしたい、このカラーを装備する。どうやってするの？まあいいけど。いやこのこれをバズって装備してなんか違うのに登録とか。いや、できるはずでしょ。あ、設計攻めてきた。よしよし。よしよしよし。変な笑いが出る。変な笑いが出てますけど、何か。こんないくらでもできるでしょ。うわー、やっぱスーパーロボット系や。私がやると、こんな感じになる。ガンダムっていうよりは。そんな感じでした。それじゃあね、最後、今回ここまで、最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。また次回お会いしましょう。